ははい、い、えー、皆さんおはようございますす開ので今日も、えー、っと福井の本店にいるわけなんですけど、あのー、朝のライブやってるとやっぱ僕ちょっとねあんまり自分の撮影施設見ないんですよねでまあちょっと見たらやっぱりこうライブって画質が悪いせっかく綺麗な植物があるのにか、うん、画質が悪かったり まあ、あのー、何、ちょっと乱れたりね、してるんで、ちょっと収録っていう形でね、あの今回させていただきたいなと思っております。えー、今日、えーと、9月15日、えー、日曜日ですね、えー、明日、ケイロの日っていうことで、まあ、たくさんの方が、えー、とフラワーギフト、まあ、植物を送る方いらっしゃると思うんでね、まあ、僕がおすすめする植物を、まあ、再度ね、まあ、昨日も伝えたんですけど、やっぱ画質が悪い。 とあと、やっぱり、うん、9時とか10時になるとね、あの、気温が上がってきてね、あの、スマホがこう、熱が上がってしまって、やっぱり緊急事態みたいな感じで止まっちゃうんですよね。で、今、ちょうど7時、朝の7時、えー、っと、9月15日7時12分。まだちょっとね、涼しいんでね、まだ、あ、まだ、まあ、汗をガーッとかくほど暑くないんで、まあ、曇り空ですし、まあ、携帯電話も温度上がらないと思いますんでね、 あのー、今、まあ、水やり担当のスタッフにちょっとカメラ持ってもらってるんですけど、あのー、ちょっとね、あのー、店内をね、ちょっと店内電気ついてないですけど、まあ、録画っていう形だと、ものきに見えると思いますんでね、あのー、僕カメラ持ちながら、まあ、ね、おすすめの商品とか、ポイントとかをお伝えしていこうかなと思います。それではよろしくお願いいたします。はい。サンキュー。よし。はい。ということで、今、 えー、9月15日、福井本店。えー、15日ですね、えー。明日が経路の日となってます。ぜひ、おじいちゃんおばあちゃんにお花のプレゼントするといいかなとは思います。はい。えー、っと、もう伝えたいことはたくさんあるんですけどね。まあなら、母の日におすすめの、あ、母の日ね、おじいちゃんおばあちゃんのプレゼント。まあ例えば雪国だったらこのヒペリカム。このヒペリカム、実言うとこの赤いやつ。 よくね、クリスマスの時にお花屋さんで出回ってるとは思うんですけど、このヒペリカムは、えー、落葉するんですけど、毎年出てきます。冬には結構おすすめです。まあ、花壇植えとか、えー、ポット栽培でもいけますけど、ちょっと大きめのポット、二回りぐらい大きいポットに植えて、まあ、ガーデニング好きの、えー、おじいちゃんとかおばあちゃんだったらおすすめです。えー、っと、大きさは大体ね、えー、伸びる時にはめちゃくちゃ伸びるんですよ。80センチ前伸びるんですけど、えー、っと、路地に埋めて、冬前にカットです。 はい。冬前に、雪の下になる前にカットすれば、毎年出てきますんで。で、これが今、えー、つぼみの状態です。これ実じゃありません。ね。で、これがパコンと開いて、えっ、ー、と、黄色とかの花がパコンって咲く感じですね。これがお花ですね。これが今、ちょっと終わってますけど、こういう風に花が咲く感じです。はい。もうめちゃくちゃ強いです。なるべくね、半日陰のところに植えるといいかなと思っております。 あとね、オリーブね、もうまあもう、そろそろ剪定するといいですよってだいぶ1ヶ月ぐらい前に言いましたけど、剪定するとこういうふうにね、次から次へとこう出てくるんですけど、まあ、あの、勢いの強いところ、勢いの強い枝を残して細い枝を切ると。たらこっち太くなります。まあ、そういうポイントもね、昨日、あの、収録してますので、そういう動画、皆さん楽しみにしておいてください。はい、それじゃあね、店内に行く前に、まあ、まだちょっと暑いんでね、まあ、夏の花。 マリーゴールドとか、まあ、どっちかっていうと、まあ、夏から秋にかけての植物。まあ、これ、系統系ですね。系統とか、マリーゴールド。あと、唐辛子ですね。唐辛子。あ、今、えっ、ー、と20、20%オフやってますんでね。ぜひ皆さん来てください。あと、ペチニアとかもね。ペチニアも風通しいいところに置いておくといいですし、この真ん中の中のこう、蒸れたところ。こういったところをコンにすること。あと、風通しを良くすること。で、あと、大事なのは、えっ、ー、と、大事なのは、 日中水をやらないなるべく夜。夜水やって無料を防ぐ。うん。に、温度が高くなるときに水をやらないっていうのがポイントです。はい。このペチニアですね。綺麗なの入ってきてますよ。で、これサザンクロスね。サザンクロスも入ってきてます。サザンクロスの、えっ、ー、と、フィーリーです。えー、エリカも入ってます。まあ、これスズランエリカの方ですね。スズランエリカ。うん。かわいいね。本当にね、ちっちゃいプツプツプツってね。 あのこれも出根草なんでね、上手にそうまあ、排水性のいい土を好みますんで。だから、まあ、生産者結構、かぬまずちたくさん入ってます。はい。ね。まあ、エリカですね。これもちょっと涼しいところ。どちらかというと、鉱山植物なんでね、北海道とかで作られてる方が多いんで、結構寒さに当てるといいかなと思います。まあ、これ、クルクマですね。クルクマは急根なんで、まあ、あの、路地に植えてもらったりして、えー、また来年になった株が、球根が大きくなる。これをこす必要はないとは思います。はい、バヤとかね。チェッカーベリー。これも綺麗に入ってます。 あと,、えー、と、西洋人参木ね。西洋人参木の、えっ、ー、とね、だっけ、プルプレア。裏が紫のやつですね。綺麗。これは綺麗ですよね。葉っぱの裏がね。はい。これ剪定すれば、まあ、分岐しますしね。まあ、支柱とかしてね、あのー、大きくしてもいいと思いますし、まあ、一本太いまっすぐの枝を作っていって、えー、途中で分岐していくっていうのがおすすめかなとは思います。 はい、あとガーデン、シクラメンとかね。カラーリーフ系は結構気入ってきてますのでね。まあ、ディシマキはこれ雪の下になってもいいんでね。なるべく涼しい時に植えて根をしっかり張らせる。そこから雪の上に乗せる、うん。っていうのが一番いいかなと思います。まあ、だいたい、腐ったっけど、かな5センチぐらい残して切って雪の下に当てて。 来年の5月ぐらいから急にモコモコモコって出ますんでね。4, 4月ぐらいに大きい表を置いておくとすごく大きくなるんですけど、あんまりにもでかくなるんでね。で、この、おあのー、リシマキアのね、この、ね、オーレアっていうこれおすすめです。はい。普通のちょっとリシマキアよりもちょっと色が薄いっていうかね。はい。で、あとロフトミルダス。うん。これは根っこさえしっかり伸びれば大丈夫。はい。で、ジャスミナムのライムですね。 これ綺麗。これ実を言うと寄せ植えとかに入れると、こう隙間のね、寄せ植えとなんかメイン植物の間に入れとくとめちゃくちゃ綺麗になるあれですね。まあ結構伸びてきますんでね、伸びたらカットすればいいかな。で、株元のここだけちょっと群れだけ気をつけてほしいかなと思います。まあこれ、まあツル性植物っても言えるかな。はい。うん、それとか、まあちょっと寄せ植えにおすすめのセントレア。これめちゃくちゃ強いですからね、セントレア。ね、セントレアのシルバーフェザー。おすすめです。 宿根草です。はい、寄せ。で、このようなね、寄せ植えの部材とかさ、あと、アルテルナンテラ、えー、ヘリクリスタム、えー、エレボンヒビア、えーねえー、ジャスミナムも入ってきてますしうん、オレガノも入ってきてますから、うん、綺麗。まあ、ちょっとね、あの、水やりめんどくさい方は、このオレガノとかおすすめです。はい。まあ、枯れてもまた下から出てくるっていうのがこれですね。はい。で、あと、コリウスの、コリウス、これおすすめですよ。これおすすめ。ね、すごくおすすめ。 綺麗。うん。コリウスのフィリ系ですね。おすすめ。で、あと、e、イボタンのキーとかね。うん。<laughs> いいね。だから、まあ、今の時期ね、まあ、一発でね、綺麗にするっていうね、花を綺麗にするっていうのをチョイスしていく。いい、のを、こう、自分のあれをチョイスして、まあ、2週間に1回ぐらい、こう、園芸店に出向いてって、え、かん、こう、最終的なものを揃えていくと。で、まあ、それまではあんまり植えずにね、ポットのまま置いとく。 うん、でポットもあんま日陰のところに置いといたり、もしアクアシートとか持ってるようでしたらアクアシート。アクアシート直射に加う当てると、あの、紫外線当たるとあんまり良くないんで、日陰の方にね、アクアシートを置いて、アクアシートに乗せておくだけでも全然違います。はい、シャロンとかね。はい、チョコレートコスモも、スモ入ってますし、まあ、シューベイク。これはね、やっぱ寒いとこほど綺麗になると思います。 やっぱりよく寒さに当ててね、しっかりね、それまで、えー、冬、えー、と冬までに葉っぱ茂らせて混合性させます。混合性させて、その根っこを大きくして雪乗せると。まあ雪降る前にね、下パチッと切っちゃえばいいです。で、雪乗せる。だと根っこ強くなる。寒さに当たって強くなる。その強くなったとこから出てくる来年の春の勢いがすごいです。 はい。ま、あ時期はね、それぞれの、えっ、ー、と、こう、バーっと茂ってくる時期はそれぞれのところで違いますけど、まあ、どちらかと,いうと半日陰、もしくは日陰でも全然育ちます。で、日向の場合は、ちょっとね、あの、出てくるのがちょっと遅くなる可能性はありますね。はい。で、チョコレートコスモス。ま、あチョコレートコスモス、チョコモカは、これ、あの、やっぱね、あの、あんまり大きいポットに植えずにさ、じわ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 っとゆっくり大きいポットに植え替えていくのがいいです。 まあ、例えばさ、これだったら今3.5寸。すっごい良いところでございます。これだったら大体5寸鉢ぐらいに植えます。で、5寸鉢に植えてから次にまた大きくなったら次に7寸鉢。二回りこうずらして大きく植えていくのが僕のやり方。おすすめです。はい。で、直接ね、路地に植えたりとか、まあ、するときにはなるべくね、真ん中支柱した方がいいかなと思います。あとね、ここの真ん中の葉っぱを透かすっていうのが大事です。どうしても蒸れちゃうんでね、そこら辺と気をつけていただくといいかなと思います。 で、あとね、福井ちょっと雪が降るんですけど、雪のとこ、雪が降っても結構強いのが、こう、レモンの中でも、まあ、えっ、ー、と、リスボンとね、リスボンすごく強いです。で、サイパンはね、結構美味しいです。サイパン美味しいです。美味しいです。はい、ちょっと今水枯れしてますけどね。はい、これ、周辺行くね、水枯れするとこんなになってくるんで、こういう時に水やればいいです。これ以上ね、タランプさせると良くないんで、これなの気づいたらすぐ水やってください。でもう、もう、めちゃくちゃ水欲しがってます。こういう状態に。 まあこれ仕方に昨日かったでね。で、特に日光当たる部分、風がよく当たるところは特に早くね、あのー、こう、土乾きやすくなるんでね、そこら辺とはちょっと理解していただけるといいかなとは思います。はい。で、続いてね、えー、これ、大門地草めちゃくちゃ綺麗ですからね。めちゃくちゃ綺麗。皆さん買いに来てほしい。あ、今短パンで箸がかゆい。ね、うんね、あの、こうね、あの大門地草めちゃくちゃ、これ五合橋なんでね、直径15センチの大株なんで、 結構おす,すめですはい。とか、あと、見物ですね。え、つけ、ね、こけももとかも入ってきてますし、こケモもはどっちかというと、寒いところの方、おすすめかな、うん。で、盆地とかそういったところよりも、どっちかというと、寒いところ、うん、ところがおすすめかな。こういうチェッカーベリーとかね、ポケモモとか、寒ければ寒いほど消えなみがなるんじゃないかなって、僕の推測ですけどね、おすすめです。で、あと、室内で楽しむんだったらね、こういう風なね、 あの、キュコ根ベコニア。キュコ根ベコニア結構次から次へとね、あの、花芽出てきますんで、こう一つ見るとバラみたいなんですよ、これ。ほら、綺麗でしょ。ね。ほんとにバラみたいな形で咲くんでね。おすすめです。ほら、綺麗でしょ。バラみたいでしょ。ね。キュコ根ベコニア。今ちょうど再生シーズンですね。一番いい時なんで、ぜひ園芸店とか来たら。で、これ室内でいいです。室内。室内の明るいところであれしてください。 うん。で、あんまり水をね、過剰にやると蒸れちゃうんでね、底面給水とかでもいけると思うんで、受け皿とかに水をた溜めて飾っとくといいかなと思います。で、シーマニア。これ、こういった状態、水が下がってる状態。こういった時に水やるのが一番いいです。こういった時に上からバーンと水やって、ここに直射に加わった良くないんです、そこれだけね、株元に水やってる上にはあんまり水やらないってやり方ですね。 はい。で、これ、まあ、ユーカリとかね、ユーカリとか OGK プランツたくさん入ってきてますんで、ぜひ皆さん来てほしいなと思うね。ここら辺で昨日の画像消えたんじゃないかな。で、ユーカリ買うときね、ここにね、もうめくれてるところ、これもう木質化になってるやつ買うといいと思う。なかなかこういう苗売ってないんでね、ぜひ買いに来てほしいな。本店に。ここ気になってるでしょ、ちっちゃい苗なのに。で、こういうのはもう結構強い証拠です。強い証拠。で、ここはね、まだ緑熱も、うんまあ、多いんです。やっぱちゃんとね、気になってるのを買うといいですね。 一気に伸伸ばばすすす。すと、とこれまままっっぐぐしていきますっぐザーッとピンチしながらいいですね、最初は。ピンチするといいんやけど、最初こういう苗いと思ったらいいんですよ。こういう苗,こういう苗を支柱でずーっと上げていくるんですよ。ずーっと上げてって、大体おへそぐらいのところでピンチするのが一番いいと思うよ、僕は。うっ、ん、てするとね、でも生産者は、ね、そうすると売れないんですよ。だからここでピンチしちゃうんですよ、低いとこで。こう上がって、ここでピンチするから、ここで分岐が2つ分かれる。 本来なら、でもこの方皆さん買うからみんなピン生産者ピンチするの。うん。でも僕が思うのはこっち買った方がいいの。こうまっすぐ伸ばしてもっともっと伸ばすとこれが太くなるわけ。だから、ここ、ここで、ここでピンチしてるもん背の低いところでピンチしてるもんこれ太くならんねえね。これがね。二つに分かれてしまうから、栄養が。ね。百のあれがここでピンチして五十、五十に分かれちゃうからこれが太くならない。だからいつまでたってもひょろっとしてるっていう形。 それもまっすぐしてってね、これまっすぐずっと、これピンチせずね、成長点ずーっと上に上げてって、この幹を太くしていくってやり方ですね。はい。で、で、上の方でピンチ。おすすめです。ウエストリンギは僕の好きなウエストリンギはたくさん入ってきてますんでね。はい。あんまり広い必要としないでね、これあの、オジ k プランツと一緒なんで、寄せ植えとかにもおすすめだし、でかいやつにもいいかな。やっぱシルバー系で置いとくとさ、濃淡があってか、必ずいいですよ。はい。で、ローズマリーとか、これ綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗。 ね、えー、オレ、オレアリアっていう植物なんですけど、綺麗。で、僕が超おす,すめするブルブルーベリーのインディゴブルー。これ入ってきてますね。この生産者めちゃくちゃ作るの上手。あー、しかい。あ、しかい。うんと、ー g k プランツね、あの、サファリサンセットとかね、硫化デントロも入ってきてますので、硫化デントロ系ですね。イエローデビル、うん、入ってきてますので、まあ、徐々にね、ー g k プランツ増えていくと思うかなと思います。あとはマリーナサンライズ。これね、ハイビスカスですからね。 ハイビスカスの不入り。うん。これまだ売れてないな。これめちゃくちゃおすすめな、ね、の。これ都会やったら一瞬で売れるやつやからね、皆さん。これハイビスカスね、不入りの、はい。これ日光とにかくガンガン当ててください。日光、直射日光ガンガン当てると、綺麗に符が生えるんで,で。日陰とかね、日向にやると、符が消えちゃう場合があるんで、なるべく明るいところに入れてください。なんでこんなに残ってんの超おすすめやけど。これネットではすぐ売れたやつです。はい、ありがとうございます。あとフィンガーラインね、売ってます。まあね。 フルーツのキャビア。とか、コルジリネ系とかね。うん、コルジェ、ニュサイ、あの、コルジンのオーストー。まあ、これが無難かな。結構いろんなとこに強いですよ。これは。レッドスターはめちゃくちゃ強いです。まあ、他にもね、ミモザ系とかね。あと、ブルメリア。ブルメリア、今50%オフやってますので、ぜひね、この機会にね、やってほしいかな。まあ、まだ今はもう、まあまあ、2個当てればいいです。ガンガン2個当ててもいいけど、やっぱ夜の温度が15度切った頃、10度切った頃は室内に入れて。で、冬は葉っぱ落葉しますんでね。 やっぱ黄色くなったらもう取ってしまって、この幹だけにしておいてください。幹だけにして、えー、っと、水はあんまりやらなくていいですよ。冬の間は室内に、えー、保管しておいてください。で、保管してさ、今度冬なあ、春になったらさ、今度屋外に出してガンガンに1個当ててください。だいたい福井だと4月の中旬ぐらいからかな。4月の中旬から5月、4月の中旬、上旬ぐらいから外に出して2個ガンガン当ててください。ですると、こういうふうな僕のとこからパッと出てきますんでね。で、花が咲か咲かないか、これはね、 何とも言えないんですけど、で、花が咲いたらまた、それ終わったらその間からまた、ね、もうとにかく来年用に、もうプルミリアとかは1年で楽しまないこと、2年目、3年目だったら絶対いいから、ね、今これ50%オフでやってるから、皆さんね、1年目のものを買うのいいんやけど、1年目のものっていうのはこの根っこは伸びてないんですよ、まだ。うん、これ挿し木ですから、ね、根っこはしっかり伸びて、ぐっと根が張ると綺麗な花が咲くんで、よくは花が咲かない、咲かないっていうのが根が回ってない。 うん、根がやっぱりしっかり回して、あの、逆に言うと根がパーンと張ってね、パンと張って苦しくなるじゃないですか。苦しくなるから、あの、プルメリアちゃんも、やばい、これね、子孫残そうと思って花を咲かせるんですよ。居心地が良すぎると、居心地が良すぎると、今でと花咲かないんですよ。だからいじめてあげる。わかる例えば、まあこう、輸入した時に僕で入れるじゃないですか。根っこ切ってあるから、いじめてるから花咲いてるんですよ。一緒粘土は。 そういうこと。はい。ね。だから、いじめてあげるっていうのが大事です。はい。で、他にもメダレウカとかね、いろんなおじい系のもの入ってきてますので、ぜひ皆さんね、ね、買いに来てください。たくさんの商品入ってますんでね、ぜひ来てほしいね。うん、結構、結構中身いいよ。まあ、多肉系はまだね、たくさん入れてないんですけど、まあ、セダム系も入っているし、まあ、ヨセウとかのね、このおしゃれなね、こういうポットもいくつかたくさん入ってきてますので、まあ、こういった材料にね、あの、植えると全然いいんじゃないかなとは思いますけどね。 はい。じゃあ、それじゃあね、島との入り口も入ってる。で、眠の木もね、めちゃくちゃこれいいですからね。眠の木。めちゃくちゃいいでしょ。ね、眠の木のやっぱりいい悪しっていうのはここで決まります。ここ。だからこういうふうな木になってないでしょ。こうやつって結構安いんですよ。木になってないでしょ。ここね。もうそろそろ木になるかな。細いでしょ。この芯がね。エバーフレッシュ。で、ここまで来るともう幹太いでしょ。ここ。背丈一緒です。でも値段もう3倍ぐらい違いますんでね。僕だったら絶対にこの太いやつ買います。 この気になってるやつ買ってください。で、冬は室内です。でも水毎日やってくださいね。大好きなんでね、ムの木は。もうとにかくムの木は水が大好きなんで、毎日水やってください。はい、今の時期ね。で、冬になると、まあ、あの、外に置いとくとやっぱ枯れちゃうんでね、必ず中入れてください。 うん、で、夜、えっ、ー、と、来年の5月目になったら、外出して、朝食効果が上ってると、また葉っぱ出てきますので、まあ、とにかく寒さに弱いんでね。で、この木だけ生きてれば大丈夫です。10%出てきます。これがし、これが枯れちゃうとダメなんですよ。それはやっぱ、一番の原因は寒さと水枯れが多いですね。そこら辺で皆さん気をつけてください。室内で人気があります。まあ、外の原因、外の方は原因に育つんですけど、皆さんこれ、観葉樹として見てる人が多いんでね。 室ないの場合は、まあ、あの、本当に歯水、毎日温まったらいいかなと思う。思すごく人気ある商品です。はい。で、コーヒー抜き。まあ、これもね、お同様、寒さにあれで水結構大好きなので、見るときには水たっぷり与える。もうちょろちょろちょろってジョロでやるんだくて、たっぷりね、たっぷりやるといいかな。これは実を言いますと、アクアセルとかアクアキューブ使うとめちゃくちゃ成長します。綺麗になります。ぜひね、コーヒー抜きはアクアセルで植えてみてください。 はい。で、続いて、パンパスとかね、グラスとかね、あと、リンドとかね。リンドは、まあ、今、ケロの日とかアザレアとかいいね。いろんなもの入ってきてるよ。コスモスとか今植えるといいよ。皆さん夏やと思う。あの、夏の植物は今植えるの。サルビアとか絶対ですよ。絶対。夏のものは今植える。ちょうどいい頃やから、下の温度がこう下がってきて蒸れにくくなってね。いいと思うよ。今植えた方がいいと思うよ。夏の花は。トレニアとかね。うん、ガーデンシュカメンちょっと早いかな。 いいなあ、足痒い。足がかゆい。足がいでもだから、蒸れやすいんでね、ちょっとね、空間ね、うん、うちのスタッフとかももうちょっとね、空間開けて並べるといいんですけどね。はい。みお店の方、ね、10時開店なんですけどね。で、まあ、ケの日ってことで、収穫先ほど説明した収穫とか、えっ、ー、と、あと、まあ、今日誰もいないので、まだ電気もついてない。はい。で、このね、おすすめ、におい桜。綺麗やね。ね。こんな感じ。やっぱり動画とはまた違うでしょ。 ね。綺麗に写ってるでしょう。で、これね、実を言いますと、まあ、匂い桜。これ桜じゃありませんからね。ね。まあ、正式名称はルグリアと言います。ルグリアね。ルグリア。ね。で、これ結構ね、あのー、暑さと寒さだけ弱いんですよ <laughs> ど。どんな植物やねんってなるから。まあ、冬とかね、真夏は室内。まあ、秋は室内の、ああね。あとは外がいいんですよ。春の気持ち涼しい時、そういった時は外の方がいいかなと思いますんでね。 で、花がね、で、これ今、ケルネヒヨに買ってきてるんですけど、めちゃくちゃいいやつですからね、大体ワンポットで、1、2、3、4、5。で、香りめちゃ、これ香りはお届けすることできないんですけど、めちゃくちゃいい香りしますんでね、その点はね、あのご理解いただけるといいかなとは思っております。はい、そんな感じでね、えー、っと、うん、おすすめの商品ですね。はい。でね、あの、これ花が終わったらね、ここでパッ、切ります。ここでパチッと切ります。 ここでパチッと切ると下からこう、キューッとこう、下からヒュッと上がってきますので、あの、切ればね、下からこう出てきます。ギュッと出てきますので、とにかく冬は室内かな、うん。15度切るとちょっと外ではやばいんで、中入れて2個ガンガン当ててください。まあ今の時期だったら、まあしばらくね、これは今温室育ちなんでね、あの、きも、すごく条件のいいとこで育ってる植物なんで、急に外出したりとかすると、やっぱり疲れて、鼻、パパッと,落,と落ちたりするんでね、 なるべく、ま室内のちょっと涼しいところで飾っていただいて、花が終わったら外に出して、外の涼しいところ、ね、日陰のところとかに置いておく。涼しいかったら日光感が当てればいいです。ね。でそこから今度室内に入れて、え冬を越す。で、冬が越えたら春のちょっとね、下の温度が15度以上になったら、え外の日陰のところに置いて、肥料を与えていくと出てきます。そういった感じですね。はい。で、続いて、じゃじゃん。 今の時期、めちゃくちゃ綺麗な、ね、ギフトにはすごくおすすめする、まあ、クリスマスベコニア、ラブミーベコニアとも言うんですけど、綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗ですよ。これもう入荷ほ、ほやほやのこれやこの、これでぜひおすすめしたい。だから、シューメイク、ガーデニングの好きな人には、シューメイクとか、ニオイザクラとか、リンドウね、うん。で、お花が好きな人には、どっちかっていうと、う庭持ってない人、うんね、庭をい,いじれることがあんまり好きじゃない人、花を眺めてる人が好きっていうのは、このね、 今で言うと、クリスマスベコニアおすすめかな。綺麗これはベコニアと同じです育て方ね。まあ、屋外よりも室内用で、室内の明るいところ、レース越しのカーテンの明るいところに置いとくといいかなと思いますね。で、上から水ばーっとやるのはいいんですけど、株元に水やると根腐れ、あの株も、株が腐っちゃうんでね、このポットの外側に水やるといいかな。その方が綺麗に咲くかなと思って。で、底面給水ポットになってますんでね、 あの、下の底面給水のところに水溜めてもいいんですけど、それでも上,上に水が上がってない場合は上にも水を与えてください。はい、そんな感じで。ラブミーベコニア。結構。で、次、リンド。で、リンドはね、これ皆さん室内に飾る人いるんですけどダメです。絶対外です。リンドは外です。外。外ね、綺麗でしょリンドね。外に飾っていただけるといいかな。で、大きくなったらバチって切ればいいです。で、なるべくは、あの、水めちゃくちゃ好きなんですけど、あの、ね、あの、 なんていうかな。ぐじょぐじょなってる土とかあんまり好きじゃないんですよ。そこら辺ではちょっとね、排水性のいいところ、で、風通しのいいところ、で、日光大好きなんで、よく明るい場所に植えるか、まあ、コンテナガーデンでもいいですし、えー、ちょっとしたプランターとかに植えてもいいかなと思いますんでね。ちょっと、カヌマの量を増やして、排水性よくして、水やりを毎日やってください。で、ちょっとね、胸に弱いんでね、ここの株元、ここら辺の汚い葉っぱは透かした方がたいいかなと思います。はい。 で他にもね、いろんなね、あの植物たくさん入ってきてるんですけど、まあ、デンマークカクタス、こういうのもね、水やりめんどくさい方、ね、水やりが超めんどくさくてあの、眺めてる人がいいよっていうお,おじいちゃん、おばあちゃんじゃないですかで。そういった方におすすめなのはこのデンマークカクタスね、はいで。乾燥してるところだと、このつぼみ咲かずに終わってしまうんで、必ず霧吹きね、発水パパパってするときれいに花咲きます。で、まあ、満開になるとさ、こんな感じになるんですけど、こういう感じ。こ,んじこういう感じになったらさ、ここからね。 で、でさ、ここ、こういうふうにパチッって切るこういうふうに切ってください。で、これが腐るとね、ずっとの残ったままにいって、他のつぼみに悪影響を出すんでね、あの、満開になったら取ってね、あの、こう、蒸れないように、次から次へと花芽上がってきますんで、で、この一個のこういったところから二つぐらい出てきますんで、必ずね、ちっちゃいつぼみは残して、こういったのを取,取るときにさ、これ取るときに、ほら、ここの横にちっちゃいのついてるの、これは絶対取ったらダメです。これがね、これがここの横にあるでしょ。 ね、で、これの横。ねで。で、ここも必ず大きくなりますので、しっかりとね、これ、これ、ちっちゃいやつ。で、ここにはみ水するといいです。そうすると綺麗にまた咲いてくるんで、ね。はい。で、湿度が高ければ高いほどちょっとね、急に咲くんで、温度,あの温度が。で、花が終わったらね、花が終わったら外の日陰とか、冬はちょっとダメなんですけど、まあ、日陰のところに置いといて、湿度やったら明るいところに置いといて、まあ、一週間に一回かな、冬やったら水やるの。 暖房かかって言ったら、まあ、3日に1点ぐらいやってもらって、で、次に春になったらね、雪が溶けたら外出して、外の日陰に置いとくといいです。で、ね、バーンと大きくなってくるんでね、バーッと伸びてくるんでね、バチバチバチって切ってしまってください。切ってしまう。ね、また今度教えますわ。デモカ2つのね、花咲かせ方とかね。うん、とか、あと、チランジアとかね、まあ、こう、アグラオネマとか、パキラとかね、初心者向けのパキラとか、まあ、いろんな植物、フィロデンドロ系とかね、 うん、たくさん入ってきてますよ。うん、とか、ポトスも結構入ってますし、アロカシア系も入ってきてますし、まあこういう風なね、やっぱりライブでお届けできない。やっぱこういう収録、うん、結構皆さん買っとくというのは、これね。今の時期ね。これ買っといた方がいいよ、みんなね。これと、これと、メ、ね、ン活力剤ね。活力剤。 アミノ酸、フルボ酸入り、お金に余裕ある方は、ね、これからガーデニングやっておくといいなっていう方持っておくといいのは、活力剤これですね。覚えておいてね、メネデルね。で、続いて、フルボ酸とかアミノ酸、根っこを強くする。これね、ストレスブロックね。ストレスブロック。で、病原菌とか害虫。これね。これ持っておくだけでいいです。虫退治ね。これね。で、次に、肥料は大体2種類から3種類持っておきます。 えっと、僕おすすめはこれです。はい、これと、こっちです。これとこれって言ったらあんま変わんないんですよ。ほら。ね。8対10対5。6対10対5。で、こっちの方安いんですよ。<laughs> ごめん。ごめん、ハイポニックシーさツ。ね。で、だからもう一回言いますよ。これ。あんな、ね、一番最初から言うよね。まず殺虫剤、殺菌剤はこれ持っとくといい。これね。これ絶対いいです。高いけどね。高いのは高いなりのいい理由があるから、これね。 で、続いて、えー、あ、元声やね。元声は、一番最初に入れておくというのは、やっぱり、マイナーな、マングアップ系かな。マングアップ系がいいかな。でも、入れるものにもある。違うからね。うん、でも、まあ、マングアップ系かな。どこでも売ってるしね。うん、マングアップ系が元声かな。でも、ちょっとリン酸成分高すぎるけど、まあ、観植物でもいけるかなと。OG だけちょっとね、OG 系のプランツ。 は、こっちやった方がたい。元声は絶対にね。元声だけね、OG ってわかる例えば、オーストラリア原産。例えば、ウエストリンギアとか、ユーカリとか、えー、例えば、うん、バンクシアとか、うん、あるじゃないですか。ね。うん、ね。OG 系プランツって言われるの。オーストラリア産の植物。ラベルの裏側にオーストラリア産って書いてあるやつは、これやってください。これはあんまりお勧めしない。これね。これは、なぜかっていうか、リン酸成分めちゃくちゃ低いんです。ほら。 9対2対っていう。リン酸性分はあんまり好まないんですよね。ーケーパー、ユーカリとかね、サファリサンセット、あの、ニューサイダンとか、うん、だからフランネルフラワーとか、コルジリネとか、バンクシャーとか、ね、そういう専用の肥料。これはあんまり売られてない。うちには売ってますんで買いに来てください。で、草花系とか観葉植物はこっちでいい。わかりましたここだけちょっと注意ポイントね。で、肥料は2つ持っておいた方がいいから、草花系やったらこれとこちらです。 ね。まあ、取り扱うよりもまた説明し、<laughs> まあ、今度しますけど、これと、これね。で、OGK プランツやったら、元声これ、追肥これです。のおすすめかな、僕は。う、うん。書きましたメモ帳に。ね。で、活力剤ですよね。これ、元気出すためね。ね。これはまあ、10日に1とかにやるともう全然違う。夕方やるといいです。で、あ、冬になったら、あの、冬とかね、涼しい時になると朝やればいいです。まあ、夜がたらいいかな。で、次に、まあ、 植え替えしたときに必ず必要なのがこれです。ね、根っこ伸ばすね。ね根っこ伸ばして根っこを強くするにはストレスロック。特に梅雨時とか冬前とかね、夏前、一番いいです。めちゃくちゃいい根っこ弱るんでね、ね、急激な変化多いでしょそういったときにいいのがこれです。で、液体肥料。かな僕はあんまり固形肥料、ま、あの、しないんで、めんどくさいけどやっぱり液体肥料をまみにやるのがおすすめです。はい。で、まあ、こんなポトスとかね、たくさん入ってきてますんで、ピリアとかも。 ことその絵とかも入ってきてますし。まあ、いつも紹介して、これはね、福井県でうちしか売ってないメネデールのね、あの、有効菌とかね、いろんな菌、4種類の菌が入ってるのと、あとマルチング剤、例えばバラの下とかに引いていくと、冬の夏越しが上手、うまくできますんで、夏どうしても枯らしてしまった方は、ぜひね、あの、来年同じようなことしないようになるべく、このバイオマスター。これメネデール社さんです。これ、あの、ホームセンターさんで売ってないんでね、 あの専門店でしか売ってないので、福井県ではうちだけです。これ買いに来てください。あのもう、あと、こんだけしかないんじゃないかな。ね、はい。で、あと、ね、観音地区の冬入りとか、いいやつ入ってきてますよ。本当にいいな、入ってきてる。はい。ね、いろんな植物入ってきてますんで、まあ、スタッフも徐々にね、今から次から次にと来てますけど、まあ、ポット系もね、いろんなポット系、うち入ってますので、ぜひ買いに来てください。はい。観音系はたくさんありますのでね。 コーヒーの木とかあ。画質どうですかね、皆さん。綺麗でしょ、こっちの方がね。はい。ね。うん。とか、あとね、あの、水に強いバスケットね、こちらの方もたくさん入ってますので、ちょっと暗いかな、これね。ね。もう大ヒット。一応僕、僕オリジナルのポット、花友フェスタで450個売れました。ありがとうございました。 まあこれね、スリロングのスリット鉢がそのまま入ってね、屋外でやりますので、これからラベンダー植えたり、マーガレット植えたりとかね、いろんな出根草植えて、外に置きっぱなしで、スリット鉢に植えて、それをスムと入れればいいです。で、水ば場ば場やればいいです。はい、ここ、まあ結構ね、あの、ここ。で、他のグリーンスペースの場所にも入ってますしでだから今ね、一番やるのは、これ室内用のね、あの、おすすめな有機物入れの、えー、土を柔らかくしたりとかね、ちょっと劣化してる土に上の方1センチぐらいこう、こう乗せとくといいんで、 観葉植物にはこれやね。これが絶対おすすめです。これね。で、でえー、っと、着生卵とか美学下にはこれやるといいです。ね、これやるといいです。うんね。まあ液状とあるんですけど、これ大体ね、ゴ5バチやったらプッシュ5回です。水をやった後にやります。これすごくやっぱりね、いいんでね、このメニューにはね、室内用。で、屋外は先ほどのメネデル社のバイオマスターがおすすめかなと思いますんでね。これ必要ないなんで、一応消毒してますんで、匂いはしません。 はい、だから、匂いとか、小ばとか、ネグさルこれに困ってる方、ぜひね、ね、まあ、しっかりね、有機物の力を借りて、やっとくといいかなと思いますね。うん、ちょっとね、これね、日にちが書いてあるんかな。うん、これ、白いのプツプツって見えますかね。この白いのプツプツって、これちょっとね、有機物の死骸です。これがね、これが死ねこれなな、何万匹って言いますんでね。 あの、白い粉、プツプツプツってついてるのわかるかなこれがね、ちょっとね、有機物がお亡くなりになった後なんで、ね。はい。ね。まあ、こういうのも、ちょっとね、チェックして、この白いプツプツが少ないやつを選んでください。白いプツプツね。ここの見て、ここを見て。これ何もないでしょ。で、白いプツプツがついてるやつ、ここね。これが、ちょっとね、有機物お亡くなりになってね、なってる証拠なんで、これでもこう何万匹って言いますんでね。はい。ね。で、気にしないでください、そういうのはね。 皆さんね、この白いプツプツ、白いプツプツついてるのなんやとかって袋をかけたら、めちゃくちゃなんか白いプツプツ。これがお亡くなりに <laughs> なられた有機物なんでね、なるべく今買っていただけるといいかなと思う。生きてますんでね、この中ね、この土ね。だから死ぬ時があるんでね、ある程度すると、ある程度するとこれ処分しないといけないんですよ。だから皆さん早めに買いに来てください。早めに巻いてください。ね、早めに巻いてください。だから、大きい量を買う時にはたくさんの量を買うってうけど、ちまちま使うもんでないんでこれ、ドワッとね、いろんなところ。 ポットの上にあったらいろんな植物の上に乗せてしまうといいかな使い切ってください。はい、まあそんなんでね、いろんな植物入ってきてますので、でぜひね、皆さんね、あの、ご検討よろしくお願いしたいかなとは思ってるわけなんですけど、今はね、あの、全部20%オフやってますので、もちろん、あの、軽量の費用のね、あの、ギフト商品とかも、えっ、ー、と、20%オフになってますので、 よし。よし。はじめまして。お名前は武藤さん、バイト頑張ってね。はい。はい。だから僕ね、あんまり店を来ないんでね。はじめましてっていうバイトの子も多いんでね。はい。ね、これのうちのスリットたちですね。猫チップ追加してますんで、ごめんなさい、電気ついてなくてね。はい。で、まあ、谷さんの絵とかもありますしね。 ま、いろんなポットとかも、ここちょっとね、男性向きが好きそうなね。猫チップの植えたりとかもたくさんありますんでね。とか、あと、黒のスリット鉢も追加してますし、これすごく僕がお勧すすめしてるポットです。めちゃくちゃいいです。これもね、あの、農場から追加してますので。えっと、あと、え、菊鉢ね、菊鉢。これ、あの、アガベやってる方とか絶対おすすめです。これ今日入ってますんで、追加してますので買いに来てください。おすすめです、菊鉢ね。 これ、アガビには絶対いいですからね。で、今人気のあるね、えっ、ー、と、これ名前なんちったっけこれも僕たくさん持ってるんですよ。ね、これ今人気のあるプラチックのポットなんですけど、まあ、ずらーっと持ってきてますし、普通のスリット鉢、普通のスリット鉢も、まあ、4寸、えー、5寸、えー、7寸、えー、6寸をでれてしまってるかな。追加してますので、木鉢とにかく追加しますので買いに来てください。はい。ね。で、ちょっとごめんなさい。あの、今回ちょっとトラック満車になってしまったんでね、 夕方値持ってくることできなかったんですけど、またね、夕方値追加して今度、来週あたり持ってこようと思ってますので、で、あの、でアガベのね、ささの駅、これ2000円なんでね、これの2割引なんでね、1600円でこんないいアガベ買えますんでね、ぜひ買いに来てほしい、ね、アあぐらおねとかね、はい、ね、はい、こんな感じ。まあね、ちょっとね、お店バタバタちょっと小切れに並べ直さないといけないかもしれないんですけどねあの、早急にやっていきたいなと思いますので、ぜひね、 えっと、えー、今日は明日、連休ですからね。皆さん来てね、好きなものを植えてね、急に植え込まないこと、チェッカーブリとかもいいの入ってます。すごくいいの入ってきてるから、うん、ちょっと買いに来てほしいなぁとは思うわけ。はい。で、水をやるときにね、とにかくね、日中は温度が高くなるときに、こういったところの上に水をかけないっていうのがポイントです。そうするとこういうふうに、ね、なっちゃうんですよね。こういったところがね。ね。 濡れたりとかするんで、なるべく夕方とかに見やるといいかなっていう気はしますね。はい、そんな感じによろしくお願いしたいなと思っております。はい、まあこんな感じで。まあ結構ね、いろんなもの。まあハロウィンのこういったグッズも入ってますしね。まあバスケットとかブリッキ製品もたくさん入ってますので、ぜひご来店をお待ちしてます。皆さんどうでしたかね画質綺麗ですかねこっちの方が。どう,どうですか皆さんちょっとわかんないけどね。はい、ね。 こんな感じ。いろんなポット入ってきてますので。いいんじゃないうん。これだと4号鉢とかのやつを植え替えるのにいいと思う。いいと思うよ。うん。かわいい。もちろんブランドのポットもあ結構売れてるね。コペントとか。あと、ウィーラムモリス。ね、もうほとんど売り切れてる。ウィーラムモリス、R、えー、っとね,えね、RHS やね。インディスやね。これはエリザベス女王が、ね、監修した。監修っていうか、教会やね。 まあ、世界中に園芸業界を広げようとした、できたのが、えっ、ー、とね、RHS 協会っていうんですけど、そこが出してる植物とポットです。いいですよ。で、これ、ウィリアム・モリス。ウィリアム・モリスはデザイナーです。これデザイナーです。で、コペンハーゲン。これはデンマークでなかった。デンマークやね。デンマーク。これめちゃくちゃいいですからね、デンマークの。コペンハーゲン。こんな感じで。この色が一番人気あるで売り切れてしまってる。はい。ね。 で、これがウィリアム・ウィリアモリスの新作です。2024年版です。入ってきてますんで買いに来てください。ブルーかっこいいね。はい。で、こっちがね、まあ、男の人やったらよくわかるんじゃないかな。え、ダルトンですね。ダルトンっていうね、とこの、まあ、ブランドです。うん、ボタニーって。可愛い,いな。ミニン与とかね、サボテンとかこんなに塗るとめちゃくちゃ可愛いいと思うよ。おすすめ。これもダルトンです。このダルトン受け皿付きです。 で、受け皿付きの終わりには安いんやね。めっちゃ考えてるね、ダルトンね。これ穴に3つ開いてる。ねうん。ダルトンはよく、こう、うん、なんでかな雑貨メーカー。ダルトンって雑貨やん。正直言うと。アメリカの雑貨やけど、そっちの方考えてあるよ。水はけがいいように。日本のメーカーさん、よろしくね。はい。ダルトンに抜かれちゃうよ。これ穴3つ開いてるよ。ほら。考えてるよ、ダルトンさん。 これ、ダルトンの販売してるポット、うん。ね。うん、これ、ボタニー。ボタニーも結構、あ、ボタニー穴1個か。これ3つぐらい穴開けるといいけどね,、うん、ね。で、これ結構うちおすすめのポット。これ穴開いてないんやけど、ここにね、何するといいかって言ったら、この下にね,ね、この下に、まあ、ヒューガツしムもいいんやけど、この下に、あの、有名なアクアキューブを入れるの。で、苗1個を入れておくと、めちゃくちゃ持ちます。 はい。アクアキューブ下に入れるのが一番いいかな。1センチか2センチぐらい。これくらい。で、こ買ってきた苗をこのままスポンと置いとくわけ。と、めちゃくちゃふがちます。で、水はこんだけのぐらい溜めとけばいい。アクアキューブが下ってればいい。アクアキューブをここまで入れるわけね。で、苗、苗買ってきたそのまま入れときね。これ、そのまま入れとくわけ。で、水はここずっと溜めておく。溜めておく。あの、交換せなかに2日に1点ぐらい水こうくきた、腐っちゃうから。で、で水交換すると、下から根っこが出て、その根っこがね、 アクアキューブにピタッと引っついてギュッとアクアキューブをギュッと積むったらもうこっちのもんです。勝ちです。皆さんの勝ちです。ウェッと、徒長もしないでギュッとしまったものめちゃくちゃ持ちますんで、ぜひやってみてください。はい、これアクアキューブとセットで買うといいよ。だから穴開いてないわ。水溜めとくからね。はい、そんな感じ。そういうものもありますんでね。ぜひね。うん、来てほしいなとは思うね。あ、これガーゴイルどこにあるんかな、ね。ガーゴイルいろいろとね、あのー、持ってきてますので、ぜひね。 あのガーゴイルです、ね、あれガーゴイルどこ行ったあれも僕もあんまり店どこに何があるか分かってないですからね、うん、ガ,ーゴガーゴイルどこやったどこにあるあ<れ>ガーゴイル。うん 外面って早せって。っあ、ここにある。ね。ガーゴイル、あのー、岐阜の場。岐阜の場からここ持ってきてますんでね。はい。ね。ねガーゴイル、カバいにね。いろんなのありますんで。ね。あのー、ここあの、ちょっと見にくいところに置いてありますけど、ちょっとね、こうグッと持つとさ、 うん。うん。いいよ。はい。ね。そんな感じでね。まあ、ちょっとね、まだメンテ、ちょっと急ぎなさいって注意はしときましたけどね。はい。やっぱりそんなの僕、こだわるんでね。よろしくお願いしたいなとは思っております。はい。そんな感じでね、皆さんね。あの、ぜひね、え抜けてやって帰るのこれ。抜け帰れないのはい。そういった形でね、皆さん。 あの、月曜日も休みなんでね、ぜひ、あの、福井の本店に遊びに来ていただけたら嬉しいかなと思います。ありがとうございました。